こんにちは、お絵描き修行中のこの犬の中の人の代理人のナズオです。皆さんいつも動画見てくれてありがとうございます。温かいコメントもいただけて本当に嬉しいです。今回はいただいたコメントに返信したり今までを振り返ったりする動画にしたいなと思います。一番初めに投稿した動画から斉藤直樹先生の3日間上達法をやってみた動画ですね。皆さん見ていただけたでしょうか？見てない人は30秒なのでよかったら見てください。女の子強くなってる、ドヤ顔。3日目の女の子に対してのツッコミですね。中の人は自分のテンションがイラストに反映されがちなのでやりきった嬉しさが溢れてしまいました。この子のことはドヤ顔ちゃんって呼ぼうと思います。ピンク髪のセーラー服の女の子です。また機会があれば描きたいです。あとは1日目から上手だね、あまり変わってない？等のコメントも多かったです。正直自分でもそこまで変化したって実感はありませんでした。ただ、描ける角度がこの練習で増えた気がします。いつも同じ絵になっちゃうなと悩んでいる人には色々な角度練習できるのでおすすめしたいです。次は斉藤直樹先生のクロッキー大会に参加してみたものをまとめたものになります。うまいうまいうまちょい。たくさんうまいコメント嬉しかったです。投稿してみてよかったなぁと思いました。YouTube の皆さんのあったかさ。他の投稿場所教えてほしいとコメントもらうこともあるのですが、ほぼやってないんですよね。一応アカウントとかはあるのですが放置状態です。中の人がコミュ障すぎて、SNS がうまくできないみたいです。交流を通じて合作とかコラボ対談とかしてみたいですけどね。気を取り直して次に行きましょう。斉藤直樹先生の絵がうまく見えちゃう構図で描いてみた動画になります。かわいい、分析偉い。たくさん考えて試行錯誤した回だったので、嬉しいです。手を前ではなく上に出しているのも原因かな？ってコメントもあってハッとしました。手を前にするとこんな感じかな？バースかかったイラストはすごく苦手なので、練習していきたいです。あと、名前呼び嬉しい。ナズオだよみんなよろしくね。次に夏目さんちのウーパパ動画です。単行本読んだ勢いで作りました。プロポーズのシーンとかキュンキュンしました。仲良し夫婦、押せる。定定夫婦ですよね押せます。隣り合ってお絵描きしてるのが可愛いです。最後の闘神絵も可愛いってコメントいただけました。続きまして、グリザイユ画法をやってみた動画です。メイキング見てみたいな。ありがとうございます。最近はアイビスペイントで描いた過程を残すようにしているので、メイキングも作れるかなと思います。ペン何使ってる？これはメディバンペイントというアプリの鉛筆ペンで描いています。このアプリ使いやすくて大好きですが、録画機能ないんですよね。開発者さん録画機能ください。次に斉藤直樹先生のクロッキーやってみた動画第2弾でミーム風にしてみたものです。怖くないかなと心配だったのですが、笑ってくれたりしてました。ミームいいね。ミーム初チャレンジでした。素材の分解とかやることたくさんあって難しかったです。好きなミーム制作者さんが数時間で作ってるとか言ってて化け物かなと思いました。私は2週間はかかりました。海外の方にも見てもらえて嬉しかったです。サンクス。次に斉藤直樹先生の1日上達法やってみた動画です。13時間描き続けるって練習法でした。他のキャラもいいね。途中の4人集合イラストに対してのコメントですね。みんなこのチャンネルの主人公僕だからね。青い子好きです。ふふん。ちなみに全員クトゥルフ用キャラたちです。ゴリラだけキャラメーカー製です。ロスト率高いって聞いてパッと作った子ですが、強くて生き残りました。ゴリラは2人殺して指名手配中です。シナリオに連れて行っているので闇深になりがち。全員に色々設定があるのでいつか紹介したいです。最後に斉藤直樹先生とディープブリザード先生の目の塗りやってみた動画です。こんなにキラキラの塗りができるんだって感動しました。どっちも好き。私もどっちの塗り方も好きです。可愛く塗れたなってテンション上がりました。この動画はゆっくりムービーメーカーを使用しています。声はちょっと他のゆっくりより高めに設定しました。ペンはアイビスペイントの天才ペンです。こんな感じで答えさせていただきました。全部に返信したいのですが、文章悩みすぎてもう1ヶ月経ってしまったのでこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひこれからもコメントよろしくお願いします。以上、この犬の代理人のナズオでした。皆さん良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。